こういう仕事ができることですよね、一番、絶対に危機になった時に最初に切られる仕事なので、撮影というこの絵空事が今日もやらせていただけるっていうのは仕事ですけど、かけがえない日常じゃないですかね。こんないい日常ないですよ、撮影撮った俳優、舞台、映画撮影、それがなくなった俳優なんて本当に無職以下ですからね。無職に慣れてない、本当に仕事がちゃんとやらせていただいてるっていうのはかけがえない日常です。まあ小栗さんと久しぶりなんですけど、やっぱ小栗さんは日本の俳優界を背負っていかれる方でもありますし、現段階での座長としての大きさだったり力量だったり、いろんなものをやっぱり拝見させていただいて、まあ、素晴らしいなと。で、他の中村徹さんはもう僕の一番最初に映画に使っていただいた主役だった方ですし、一番の親友だったでもあったわけだから、まあ、その徹とも久しぶりだし、その他本当にもういろんな方々と共演させていただいて、刺激的なそのシーンがたくさん出てきて、日曜劇場の日本沈没、まあ、非常にその近未来の、そしてしかしあり得るようなことを題材にしていて、でいろんな角度でその見てなるほどと思う角度があるドラマになっていると思います。やっぱりその重厚なキャストがそれぞれにそのまあいろいろな思いを掲げながら、そういうような有事になった時にまあどういうような対応を人間はするべきかというのをまあ説得力ある演技で語っていると思いますので、まあそういうところも含めて見ていただけたらと思います。まあ、僕もこういうなんか滅多にない外見で出てるので、この俳優さん誰っていうようなところから始まってですね、誰だったんだろうっていうところで終われば僕の本望でございます。一つ日本沈没よろしくお願いいたします。